日本代表 m f 久保建英が23歳の誕生日を迎え、23歳の主張を繰り広げた。ワールドカップ W 杯アジア2次予選ミャンマー戦、6日日本時間午後9時10分に臨む日本代表が統治入りし、スタジアム近隣の練習場で調整を行った。23歳になった久保は、日本代表が強くなるために、 有望な10代の若手を積極的に起用すべきと持論を述べ、自身より若い世代が台頭していない現実への危機感も口にした。日本代表デビューから5年、当時10代だった久保君は、今や所属クラブで中核を担い、欧州チャンピオンズリーグ、CL 決勝トーナメントも経験。日本代表でも W 杯に出場するまでになった。23歳の誕生日に、びっくりですね。 気づいたら23なんで、うかうかしてると、気づいたら28とかになっててもおかしくないんでとジョークを交えながら苦笑した。6月4日、国際 A マッチデーと重なることが多い。正直、たまにはオフに家族と楽しく誕生日を祝いたいなというのはありますけど、としながらも仲間や駆けつけた在ミャンマー日本人の祝福を受けた。2年前の誕生日は、 国際親善試合のブラジル戦の前だった。当時、途中出場が多く、立ち位置が見えてしまって焦りはあったと話していた。そのことを問われると、ありましたねと振り返り、持論を展開した。久保、僕の次の世代の若手も、日本代表が強くなりたかったら、積極的に使っていくべきだと思いますし、世界の流れを見ても、若く有望な選手はどんどん使っていくべきだと思いますね。 僕は所属クラブで試合に出てやれることをやったので、その結果だと思います。代表の中の序列が変わったというより、チームで結果を残したことによって、代表でも序列が上がったと思うので、代表の序列を代表で変えるのはすごく難しいと思う。世界を見たら、どんどん16、17歳でよければ使う。日本も追いつきたかったら、変に年齢にとらわれずに、 そういう選手が出てくるかわからないですけど、出てきたら積極的に使ってあげる派ですね。今回の A 代表の最年少は MF 鈴木唯人の22歳。生まれ年で言えば、久保と同じだ。久保より下の世代が A 代表に割って入ってきていない現実もある。そのことに、久保は、正直、僕の下が全然入ってこないというのは、ちょっと悲しいというか。代表的にも、 いいいつまででも同じメンバーでいるのは良くないどんどん新しい風が入っていくべきで、長友選手みたいにベテランでも、ある意味新しい風でもあるので、そうやって新しい風をどんどん入れていくべき。年齢は関係なく、どんどんいい選手が入っていくべきと言い切った。ミャンマーは19年9月に久保が W 杯予選デビューした思い出の地だ。長年 日本代表主将を務めた DF 吉田麻也35イコールラギャラクシーから1通の写真付きのメールが送られてきた。その写真を見たらすごく若くて、写真も真ん中で原口選手の隣を陣取っていたという笑い。記憶ないですけど、記録だけは残ってましたと自身の肝っ玉ぶりを懐かしんだ。久保と同様 実力も肝っ玉も強い10代が代表で中核を担う時代がくれば、W 俳優賞の大きな目標に近づくのかもしれない。